全国旅行支援がスタートして初の週末を迎えます。各観光地や観光施設では期待を膨らませ観光客を迎える準備が進みます。一方で一気に観光客が増えたため旅館では少し困ったことも。今日出雲大社、旧暦の10月神在月を前に始まった全国旅行支援、観光客に話を聞いてみると意外な答えが返ってきました。東京からサンライズに乗りたくて来ました。今回対象外だったね。対象外になってたね。対象外全国旅行支援、ここあるんですか。まだ始まってないみたいな感じで、使わないで来て残念だねって言ってきました。今回の旅は適用はされてされてないです。一回そう予約をキャンセルしなきゃいけなくて、もうめんどくさいからもう結構前から予約したもんね。多くの観光客の姿が見られましたが、意外にも旅行支援を使わず訪れた人たちが多く、キャンペーンの仕組みがわからないや予約の取り直しが面倒という声も聞かれました。しかしこれから旅行支援を使って訪れる観光客は増えるはず。店側は大きな期待を寄せています。もうめちゃくちゃ期待しております。12月の20日ぐらい、20日までなので、20日までは平日でも忙しいだろうなと期待しております。鳥取市の砂の美術館です。団体客も含め客足は徐々に戻りつつあるということです。第14期展示砂で世界旅行エジプト編を開催中の鳥取砂丘砂の美術館、8月と9月は前年の倍、コロナ前の7割近くまで客足が回復したということです。関西方面のお客様が徐々にこう戻ってきているような、感覚を覚えています。平日の今日も客足は途切れることなく、団体客の姿も見られました。旅行支援は使われてます。使いました。今まで一生に一回来てみようかなと思ってたので、いいきっかけにはなりました。また水際対策の緩和を受け、多言語対応の施設の音声ガイダンスアプリも今月20日に英語、その後中国語、韓国語と順次整えていく予定だということです。このコロナ禍でインバウンドのお客様というのがもうほぼゼロの状態でしたので、もちろん非常に期待をしております。一方で困ったことも。急に入ってくる、当日入ってくる感じも今どんどん入ってきてますね。はい、米子市の海家温泉の旅館海家松月、キャンペーンが始まるや否や土日を中心に12月までほぼ満室に。しかし喜んでばかりもいられないようです。クーポンの何枚配布するかっていうのと登録番号を書いてまして、チェックイン時に宿泊客が記入する書類が増加。またキャンペーンでもらえるクーポンの番号は予約と紐づいているため、カウンターで割引対象かどうかの確認が取れた後にクーポンを発行しなければならず、チェックインにかかる時間は倍に増えているといいます。こうなると人員を増やしたいところですが、募集をかけてもなかなか来ていただけない状況が、ずっと続いておりますので、全国で求人が来ている状態になってますので、やはりそっちに流れていっている状態。そして旅行会社でも困ったことが。やっぱりその準備期間っていうものに余裕がなくて、この混乱っていう言い方にどうしようもなっちゃって。県内に3店舗を展開するこちらの旅行会社、多くの客からの問い合わせに対応する中、準備期間の短さに恨み節です。事務局とかに電話をスタートまで聞くんですけども、まだそこは具体的には申し上げれないとかっていうことで、本当にスタート際キリキリになってから、これはこうですあですっていうのが決まってたっていうのが現状なんですよね。そしてこの混乱に拍車をかけているのが制度の複雑さです。結局個々の県でやってる関係もあって、鳥取県でよかっ
これでよかったのにこっちの件はこれが必要だとかっていうのがあるんで、手続きが時間かかっちゃって、本来スムーズに手配をしていってお客さんにご案内するっていうのが後手後手に回ってしまうっていうことも、まあ、あるんですね。始まったばかりの全国旅行支援、しばらくはドタバタが続きそうです。